ナポリ。ナポリ語は、イタリアの南部にある都市。その周辺地域を含む、人口約97万人の基礎自治体、コムーネ。カンパニア州の州都であり、ナポリ県の県都でもある。ローマ、ミラノに次ぐイタリア第3の都市で、南イタリア最大の都市。都市圏人口は、約300万人。ナポリ湾に面した、港湾都市、工業都市である。古代ギリシア人によって建設された植民地に起源を持ち、13世紀以降はナポリ王国の首都として南イタリアの政治、経済の中心地となった。ベスビオ火山を背景とする風光明媚な景観で知られる観光都市であり、ナポリを見てから死ねと謳われる。旧市街地はナポリ歴史地区として世界遺産に登録されている。ナポリ周辺にもベスビオ火山やポンペイの遺跡、カプリ島などの観光地を有する。ナーポリとも表記される。地元で話されるナポリ語での名称はナープラ。ラテン語名はニアポラス、ネアポリス。英語名はネープルズ。ティレニア海の一部、ナポリ湾の北岸に位置する都市であり、サレルノから西北西へ 46km、ベネベントから南西へ 53km、首都ローマから南東へ 189km の距離にある。コムーネの面積は 117.27km に及ぶ。ベスビオ火山は東南東 14km に位置する。カプリ島などへフェリー、高速船が通っており、南にソレントやアマルフィ海岸が位置する。古代都市ポンペイも見える距離にある。最高地点は450メートル。気候は、ケッペンの気候区分で、地中海気候と温暖湿潤気候の中間で、夏は暑くやや乾燥し、冬は寒く湿度がある。平均気温は5から10月が最高20から30度 C、11月から4月が20から13度 C。隣接するコムーネは、以下の通り、ナポリ市は、紀元前6世紀に古代ギリシア人、特に、アテネ人の植民活動によって、検視されたと考えられている。ナポリの語源はギリシア語のネアポリス、新しいポリスであり、最初に建設された植民都市パルテノペから数キロ離れた場所に新しく建設された町という意味である。その後、ナポリは長くローマ帝国の支配下にあったが、476年の西ローマ帝国滅亡後、南イタリアは、東ゴート族やランゴバルド族の支配が及ぶなど、流動的な状況となった。6世紀になると、東ローマ帝国のユスティニアヌス一世が、イタリアの再征服に乗り出し、イタリア半島は、ラベンナを首府とする東ローマ帝国の属州となった。ナポリ市には660年に、東ローマ系の公国が設置されている。11世紀には、ノルマン人が南イタリアに到来し、イスラム教徒が支配するシチリア島を征服して、シチリア王国、オートビル朝を建国するが、ノルマン人の支配は南イタリアでも拡大され、ナポリ公国も1140年ノルマン人の手に落ちた。12世紀には、シチリア王国は婚姻関係によって、ホーエンシュタウフェン家の神聖ローマ皇帝の支配に移った。1224年には異色の皇帝フェデリーコ2世。神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世がナポリ大学を設立した。フランスの王族シャルル・ダンジューによりホーエンシュタウフェン家のシチリア支配が断絶すると、ローマ教皇クレメンス4世は1266年、シチリア王国をシャルル・ダンジューにあてがい、アンジュー家は王国の首都をパレルモからナポリに遷都した。しかし1284年、シチリアの蛮薔事件を契機に、シチリア島で反乱が起こると、アラゴン王ペドロ3世がシチリアを占領するが、ナポリを中心とする南イタリアは、アンジュ家が依然として抑えていたので、王国は2つに分割された。2つの王国は共に、シチリア王国を交渉していたが、この時に、ナポリ王国が成立したと見ることができる。トラスタマラ家のアラゴン王アルフォンソ5世は、シチリア王を兼ねていたが、内紛続きのナポリ王国を征服して、1443年にナポリ入りし、2つのシチリア王国の王を兼ねた。アルフォンソはアラゴン王であるにもかかわらず、ナポリに長く滞在して統治した。1458年のアルフォンソの死後は、非政治のドン・フェランテが、フェルディナンド一世として、ナポリ王位のみを継ぎするが、失地回復を目指すフランス・バロワ朝のシャルル八世が、これにつけ込んで、1494年にナポリを武力占領した。これに対して、スペイン、カスティーリア・アラゴン連合王国から派遣されたコルドバ将軍は、1503年にナポリを征服し、フランス軍を南イタリアから追放した。ナポリ王家は取り潰され、スペインのナポリ総督によって支配される属州となった。スペイン継承戦争、1701年から1714年の最中、1707年にオーストリア・ハプスブルク家の軍隊がナポリに入城し、スペインの総督は追い払われた。オーストリアの支配は1734年まで続く。ポーランド継承戦争が起こると、フランス・ブルボン家は、スペイン・ブルボン家の支援を求め、1734年に、スペイン王子でもある、パルマ公ドン・カルロスが、ポリに入城して、ナポリ王カルロ7世として即位、シチリアも回復した。カルロスは1759年に、スペイン王カルロス3世として即位した際、ナポリ王位を息子のフェルディナンド4世に譲った。この1734年をもって両シチリア王国の成立とする見方もある。ただこの時は正式名称としては使用されなかった。ナポレオン戦争の間、ナポリ王フェルディナンドはナポリから追放され、シチリアを領有するのみとなった。ナポリは1806年から1815年にかけてナポレオン・ボナパルトの兄ジョゼフ、ついで妹婿のミュラを王にいただくことになる。1816年にフェルディナンドがナポリとシチリアの王として返り咲くと、間もなく国名を正式に両シチリア王国とした。1860年、両シチリア王国はジュゼッペ・ガリバルディに征服され、翌1861年に成立するイタリア王国に併合された。1995年、世界遺産、文化遺産、ナポリ歴史地区として登録された。古くから過密が社会問題になっている。イタリア以外の外国人が想像する輝く太陽と温暖な気候、陽気な人々というイタリアのイメージは、この都市が元になっている。その一方で、今日でも、ナポリを拠点にとするマフィアカモンラよる影響が強い都市である。2007年以降、ナポリではゴミの増大に処理場の増設、1994年以降、数回造成されているが追いつかず、街中に未回収のゴミが散乱する状態がたびたび起こっている。ゴミが散乱する理由として、マフィアによるゴミの不法投棄が挙げられる。1980年代からマフィアがナポリにイタリア北部から運んできた産業廃棄物を埋め始め、この頃からマフィアにとってゴミ関連ビジネスが麻薬密売に次ぐ収入源となった。環境アナリストによると、違法ゴミビジネスによってマフィアは年間25億ユーロにも上る収益を得ているという。イタリアの研究機関による調査で、ナポリ近郊では他の地域と比べて、がんの発生率が上昇していることが判明した。これはカモンラが1980年代からゴミ処理ビジネスに参入し、有害物質を含むゴミを不法投棄したことが関連しているという。特に、ナポリ県北部は、ナポリ湾などの主要な観光地の近辺であるにも、かかわらず、不法な焼却や投棄が続けられた結果、地元が、死の三角形と呼ばれるほど環境が悪化している。世界三大美港の一つとされることがある。また、日本では世界三大夜景の街の一つともされる。2019年夏季ユニバーシアードの開催地。イタリアサッカーリーグのセリエ A の SSC ナポリの本拠地。かつて、ディエゴ・マラドーナが在籍していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。